大村知事へのリコール運動をめぐる事件の裁判が2年ぶりに開かれましたリコール団体の元事務局長で無職の田中貴弘被告は3年前愛知県の大村知事のリコール運動をめぐり71人分の有権者の署名を探しないでアルバイトを使って偽造した罪に問われています今日は一昨年し9月の初公判以来2年ぶりに裁判が開かれ 弁護側は、大幕については争わないと署名の代筆をしたことを認める一方、虚偽にリコールを成立させようとしていないと主張しました。さらに、署名が必要数に満たない署名簿は返却されるが、選挙管理委員会は今回、署名簿の返却を拒んでいて、違法に集められた証拠だなどと述べました。